これは旧那覇バナナ園さんが銀バナナという名称で販売していた苗ですが、まあその辺に通年路地上のコーナーがあるんですが、この中心の親株の隣の方にですね、合計30センチメートルのこの不織布ポットに植えておいた苗を半植え、地中に半植えしておいたんですね。ちょっと今赤花キヌサヤエンドウがたくさんあって見にくいですが、ここが半植えしていた穴です。この根切りで不織布ポットの陶水ポットの下の方に 2,3 回掘り起こし用の差し込みをして持ってきて、今ポットから陶水ポットから取り出して根の状態を確認したところです。根は十分出ています。そして上の方をカットした時にこのようにこれから成長再開する兆候が、健全な兆候が見えていますから、本年地植えしてもらえばですね、だいぶ成長する苗だと思うんですね。これから今週の関東から南の方でしたら、関東地方、関東地域を含めて南の方でしたら、大体はですね、入梅時に地植えしてもらったら10月、まあそれは土地柄によって違うと思うんですが、日本海側なのか太平洋側なのかなどで違ってきますが、大体10月に入るまでは、そして温暖地、太平洋側の温暖地でしたら10月末まではプラス成長しますので、なるべく入梅時に地植えしてもらったらいいんですが、まあご希望の方に発送する関係でルートラップポットにですね、ギリギリのルートラップポット、ギリギリのサイズのルートラップポットにこれから竹の落ち葉を敷いて、少なめに土を入れて発送しやすくする形態のルートラップポット植えにしようと思っていますね。この作業をする今日は4月3日です。家の畑はこんな状況なんですが、4月3日土ですね、まあバナナを栽培した周りの土と野菜を栽培した土が混じっている、まあ私はバナナ土と言っていますが、バナナがよく育つような土ですが、まあそれぞれの土地柄に応じて成長の度合いは違うと思いますが、とにかく入梅時に地植えされるのがベストですから。あと時に土地柄によってはどうしたらいいか、ご質問があればメールでご連絡いただければ回答させていただきます。